初日の、4レースを見事な逃げ切りだったですけど、はい、狙い通りという感じだったんですか。そうですね、ほとんど作戦通りです、はい、ちょっと粘られたのは予想外でしたけど、うん、はい、まあ、でもあの3番手でじっとせずにこっちのジャンナとか仕掛けるというのは。そうですね、ちょっとなんです蓋してと思ったんですけど、こう 引いてきたんで引き切ったら行こうと思ってました。向こうは競輪はちょっと初めてということでしたけど、はい、どうですか、まあ、ちょっと先行有利とも言われる感じありますけど。そうですね、先行するには走りやすいバックかなと思います。もちろんそのこの大会があって伊藤の総合杯がすごく一心にあると思いますけど、はい、そうですね、そこはやっぱり地元だし初めてビッグなんで、そこに向けてやっぱり練習はしてます。その中でいわゆる今日の走りができて残り3日間と伊藤までつながりそうですか。そうですね、稲毛さんと対戦するのは初めてだったんですけど、強いのもずっと見てきている選手だったんで、稲毛さん相手に逃げ切れたっていうのはまた一つ自信になりましたね。 G1 で走ってる選手だから、はい、はい、本当にいつも見てるんで、うん、強いのは、はい、あとは2日目がその、まあ今日の特選選手との対戦になるかどうかだけど、やっぱりそうですね、まあ、その可能性は結構高いんで、うん、まあ、今日1着取ったんですけど、まあ、気抜かずに頑張りたいですね。もちろん準決決勝も上がっていければ、はい、今日が楽しみです。そうですね、記念、まだ決勝行ったことないんで、頑張りたいですね、若い、調子もいいんで、はい、はい。